はい、たけし農場です。先ほどね、同級生の伊沢君と話をしていた、農地をね買うっていう話の詳細です。で、ざっくりねレイアウトを書いたんですが、上が北になります。で、下が南になります。で、ここにたけし農場の家があって、隣に畑があると。で、北側はスミスさんっていう昔牧場をやってた人なんですけどの家があります。で、道路がねこう両脇通ってるんですが、この道路沿いにスミスさんの分家があります。で、今ね、先ほど話したのはこのね、たけし農場の家の南の部分です。で、同級生がこれ土地を売ったそうです。農店かけてね。で、ここはまあ、私の家の畑も含めてここは市街化区域ではなく市街化調整区域になります。ですから基本的には、農家以外の人は土地の売買はできません。そういう土地なんですが、なんか、ちょっと特例があって農店がかけられるっていう話してました。で、その時にも縛りがあって無制限に、売れるかっていうと一区画150坪という縛りがあるそうです。で、まあ実際これ書いてないんですが、この下の方にね、まあ道路が当然通ってないとこの真ん中の人がね出入りできませんので、この A さんと C さんはここに、まあ、道路が両脇にねあるんで、この道路から入れるんですが、 B さんは、道路がありませんので、この地主さんがここ道路を抜いてね、南側に道路を抜いてこの土地を売るという形になっている そうです。で、150坪っていう縛りがあるんで、この道路側から測っていって150坪にするように、こう何区画か区切ると、ここ私たけし農場の畑とこの先ほど来た伊沢くんの家の畑の間に4メーター隙間が出ると微妙な土地だよね。面積だよね。で、しかもここは一応農地として残りますので、一般の人は買えないということで、まあ、しんちゃんどうだいという話をしに来ました。で、まあ、例えばね、今は調整区域なんですが、将来的に、まあ、住宅地、市街化区域になった場合、この畑は自由に売ることができます。ただし、まあね、ここに家が建ってる、ここにパーマ屋さんがあって、ここにたけし農場の家があって、これ住内牧場さんがあるっていうことで、もう全部ね周りぐるっと人の家なんで売ることできないよね。買ったってここは入っていけないんだから。で、どうするかっていうと、まあ、この畑を売るためにはたけし農場の南側、まあ、北側でもいいんですけど、をドンと抜いて畑へアクセスする道路を作ってやると。そうすればここ売れます。まあ、北か南だよね。まあ、これ一応仮に南って書いたんですけど、ここに道路を抜いてやって、まあ、ここを、まあ、何坪かしないけど切って区切って売るってことは可能です。それとあと一つの選択肢としては、この余った4メーターかける 30メーターあるのかな、この幅がね、長さがで幅が4メーターぐらいだから、ちょうど道路にはいい幅だよね。を、まあ、たけし農場が買って、ここに道がアクセスできますんでね。で、こう縦に切ってやれば何軒か家が建つということで、どうでしょうかという話が ありました。で、うちで買わないと実際じゃもうこの土地は死んじゃうんだよね。だって農家がさ、
4メーターかける30メーター、40メーター、そんな畑買わないですからね、わざわざはね。ほんでどうだろうかっていうふうに来たんで、あ、いいですよっていう返事をしました。だからこれはもう未来に対する投資だよね。で、まあ、私も今年69歳なんで、あと5年10年、まあせいぜいやって10年ぐらいかなと、80ぐらいになればもうこの畑もちょっと、広くてね、負担になっちゃうんで、まあ、自宅に近い方を畑として使ってっていうことになって、まあこの辺は売れなければトラクター入れて草生えないようにね、草ぼうぼうにしちゃうと、この住吉さんとかパーマ屋さんとか、まあこっちは道路があるんでね道路っていうか、あの隣のね、同級生の伊沢くんちの畑があるんで大丈夫なんですけど、まあ少なくとも農家やれなくなっても、この住吉さんとパーマ屋さんには迷惑かけないような土地の管理をしていかなくちゃならないのかなというふうに考えております。だからまあね、将来的にはまあここを道路一本抜いてやって、こっちを切り売りするというのが一番ベストな方法なのかなと思います。ただ今ね、市街化調整区域、要するに畑としてしか使い道がない土地なので、今買ってもしょうがないんでね、まあ20年後になるか30年後になるか分かんない土地を今買って、私の土地になればここ永遠と草生えないようにトラクター入れたり草刈りやったりしなくちゃなんないんで、まあその時期が来たら一応ここを買うと、有効利用でねを考えております。だからね、ここの土地を売ったね、同級生の伊沢君だって気が気じゃないよねこの土地があるために永遠に自分で草の管理しなくちゃならないですからね。でこのパーマ屋さんで、なんかこの余った土地をこの部分ですね、よっこいしょよっこいしょ、まあこの部分を買いたいという申し出があったそうです。でまあ基本的に今の法律ですと、ここは農地になってるんで農家以外の人は買えません。でまあ仮に売っちゃったとしても、そうしますと今度はこのね、売った人はもう全部これ他人の土地です、で、ここは私の家の土地ですっていうことで、この土地あっても出入りできないんだよね。だからまあ売るってことはないと思います逆にここ売られちゃうと私が困りますっていうのは、ここ出入りできないと草ぼうぼうになっちゃうわけだよね、耕作放棄地になっちゃうんで、今度うちで延々と、管理しなくてはいけないんでね、まあ同級生が生きてるうちはね、伊沢くんちょっと草生えだから何とかしてよって言えばやってくれるけど、同級生の代が終わっちゃえばね、あのうち入れませんのでできませんって言われちゃうんでねそうするとどっちみちここはうちで管理しなくちゃなんないんで、まあだったら買っといてもいいのかなと思っております。まあそういうことでね、今はまだ市街化調整区域なんで、今5年10年は、まあここをね、畑をね宅地にするってことはほぼほぼないと思うんですけど、まあ将来的にもうこういう状態になったらね、周りぐるーっと家建っちゃって、過去一のような形で畑があってもね、ちょっと農家はやりにくいよね。まあでここの他にもまた2枚あるんで、ただ家庭菜園としてやるのにはね、自宅に一番近いんでここ使ってるんですが、竹志農場的にはね、ここがなくなっても特に問題はないんですけどね、まあそういうことでね、農地の有効利用ということで、竹志さんどうですかという話がありました。ただ今ね、言いましたようにこの畑の部分がね、農田かけられて、売れるようにしないと、まあ、ここの部分はね、ここの部分は畑の延長として使えるんですが、もう
このパーマ屋さんの南側の部分は畑の延長としても使えないんでね、ただ単に雑地で、ね、草生えないように延々と管理してるだけなんで、まあ今すぐに買うっていうことはほぼほぼないと思うんですが、まあ将来的にはやっぱり土地のね有効利用ってことを考えると、うちで買うしかないのかなと思っております。はい、そういうことでね、前回の動画で、途中でね同級生が乱入してきまして、まあ同級生にしてみたらね、もう他に買う人いないんだから、まあ口約束でもいいから、うん、ね、買うっていうことになっていればね、ちょっとは安心できるんでね。で今のところこっちが家建ってます。でここももう工事始まってるんで、真ん中が開くっていう感じかな。ただここ南側道路が通りますので、こちらから行って、まあ、ここは出入りできるんで、ここをまあ除草して、ここも除草するってこと今はできます。ただここに家建っちゃいますとね、もうこの西側の道路がからしか入れないんで、4メーターの道路ですとトラクターで1往復ではちょっと真ん中が空いちゃうんで、1往復半ぐらいやらないといけないんで、まあ、うちでね、まあこの辺使って U ターンするとしても1回2回ロータリー入れないと、ちょっと厳しいのかなと思う。本当に管理しにくいよね、こんな細長い土地はね。まあ将来的にはそういうくなるみたいです。はい、そういうことでね、まあもうほぼほぼ決まりです。ただそれをいつ買うか、まあ私も年金暮らしなんでね、できればこのうちの畑が大体売れそうという時にならないとね、下のこの斜線の土地はね、細長い土地は買っても意味がないんで、まあただまあここまでできちゃってね、まあ伊沢君から「しんちゃん、ここただでいいからちょっと管理しててよ」って言えば、この部分はうちで管理できるんですが、こことなるとねちょっとね、まあここただで借りられるんだったら、まあこちらもうちで管理してもいいんですけどね、まあうちで管理できる要件としては、ただで、借りるっていうのが要件だよね、うん、まあそれで向こうがまあね、向こうも何もしなくて済むんだったらそれなりにいいのかなと。ただね、ここが売れるかどうか分かんないのにね、今買っちゃってもね、ただ余計な仕事が増えるだけ、それと固定資産税が少し増えますからね、でお金がまあ何百万かなくなるっていうことで、うちにとっては今すぐ買うっていうのは何のメリットもないんで、まあ将来的に買うことを検討してますという動画でした。はい、お付き合いありがとうございました。